暮らしはいろんな音で溢れている。困ったわ。うちの家の声や音が外に筒抜け、近所で噂になってるわ。音漏れ問題、リフォームで解決できるかな。ダイケンは日常生活で発生する音漏れには遮音性能を備えた換気部材フード21型やレンジ用防音フードをお勧めします。また自然吸気用サイレンサーは夏場のセミの声など外部から侵入する不快音を軽減します。なおサッシは遮音性能があるものをご検討ください。あら、山田さんち、リフォームしてから静かになったわね。やるじゃない、音の代券。